こんにちは。えー、相手はサンタクロースとベラのいるミニオンチームです。えー、こちら、スカジのアビグリをどうしようか悩んでいて、練習のための一戦です。はい、行きまーす。はい、ではこちら、えー、赤ダイヤ作れるの大きいですね。赤ダイヤ作れるの大きいですね。 あ初期盤面めっちゃいいですね。それではここで赤ダイヤはもったいないので、えー、グラズル使うことももったいないんですけど、まあまあまあ使っときましょうか。もうすぐまだ溜まりそうですからね。では、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 ここ行っときましょうか。 えー、それでは、雲を貼っつけて、サンタクロース抜けましたね、えー、ここで赤ダイヤはもったいないので、えー、こういきましょうか、えー、さらにちょっと傷ついてるグラズルを回復しておいて、えー、もう3まで溜まってるので、ブーストもかけておいて、 えー、では、ジャスティスの目くらましが今は怖くないので、えー、ここにしましょうか。青、えー、消そうか迷ったんですけどね、えー。状況いいですね。状況いいですね。では、さらにここ行きましょうかー。あ、都合いいの来ましたね。都合いいの来ましたね。では、ベラがスキルを発動するまでスカジは温存ですよね。スカジ温存ですよね。 ではではもう赤ダイヤ使いまして。えーさらにえ2まで溜まってるので、ブーストかけておいて、え雲をはっつけて <coughs>、相手のベラ刺激したいんですけどね。とりあえず、回復役のキリルを倒しましょうか。倒しましょうか。 でもってもうベラ倒せるんで行っちゃいましょうかえー、さらにマナを貯めてえー、ミニオン使いに対して、えー、スカジを使うっていう作戦は失敗しましたがえー、二色チームで二色チームでゲームとしては勝ちましたねはいありがとうございました えー、スカジの練習で普通に勝っちゃいました <laughs> はいありがとうございました